今やってるところはどんどん新しいことをやっていこうみたいな部署ですね、今いるところは。まずは兵庫テックイノベーションプロジェクトについて、県よりやはりこれから大事なのが、地域社会の課題を解決するスタートアップというものを、やはり兵庫県発でいろいろしていきたいという思いがありました。主に今スタートアップの企業さんになるんですけれども、その課題に対してこういった解決方法あるよっていうのをちょっとマッチングみたいなのを行うプロジェクトでして、それの今実証実験というか実証事業中なんですけれども、実施しているものが県下に広がっていってるで、その実感があった時はやりがいというか、その兵庫県庁ならではの仕事だなとは思いますね。障害福祉に関わるその現場の方ってすごいこう熱い思いを持ってて、なんとかこういい方向にさせてあげたいっていう思いでされてる方が本当に多いんですよね。私が入ってから、その当時の上司というか、福祉は本当に行政の根幹やでって言われて、正直私一人の力ではどこも動かせないと思うんですけど、近くで声を聞けるというか、もっとこういうことしてみたいとか、こういうニーズがあるとか、こういう困ってることがあるっていう声を、一番拾うことができるのは私かなと思うので、必要な施策が今後も届けられれば、いいかなと思ってます。人と人とをつなぐっていうのも非常に営業に似ているところがあるなというふうに思ってまして、スタートアップ起業家の方がじゃあどういうことをされているのかっていうところをやっぱりしっかり理解した上で、それが前職でいう商品ではないですけども、実際こう直接的に感謝をされるっていうようなことが非常に増えたかなっていうのは思うんで、自分のモチベーションになってますね。無理にこう働くのももちろんそれもそういう時もあるとは思うんですけど、知事の方もそのワークライフバランスの大切さとか、業務をどう見直していくかとかっていうのが非常に大切だということをおっしゃられてたので、自分に合った働き方ができる環境なのかなと思いますね。なんで悪くなったかは分かりません。だから今から何したらいいか分かりません。このプログラムを卒業された方で、再企業に結びつくっていったことももちろんそれが一番重要なんですけども、周りがこうそういう方々に対して寛容で、支援していくような仕組みが出てきたらいいなと思うので、頑張っていきたいなと思っています。